松潤さん、動画の方の改善進んでいて良かったですね。このね、サムネイルもなんかいい感じで安定したと思います。もちろんね、サムネイルはどんなものがいいのかってことは私にもね、こうはっきりとは申し上げられません。その時その時、誰が発信するか、どのタイミングでなのかにもよりますけども、言えるのは字がすごく大事だってことですよね。文字が入っていることで、あ、これ見てみようっていうふうに思わせる効果があります。そしてタイトルとサムネイルの文字が連動するっていうね、こういったパターンもありますんで、まあ工夫はね、様々でございます。こうしたら伸びるよっていうふうなものが言えないのがもどかしいんですけども、まあ日々工夫、日々改善していけばいいんじゃないかなと思います。その中で今回ね、トレンド動画ってことですけども、これトレンド動画をどん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 押していって集客する、そして松潤さんが本来したいことにこう誘導していくっていう、この動線っていうのはとってもいいんじゃないかなと思います。だから9割ぐらいはこのトレンド動画を作っていくんですよ。1割ぐらいは自分の発信したいことに努めるんですよね。そうすると松潤さんの動画に、触れて興味を持つ人っていうのがその9割の中から出てきます。新規さんがね、でその方がこの人どんな人なんだろう、この、YouTube のチャンネルの発信者の方はどんなことを話してるのかな、どんな気持ちなのかなってことで1割のコアな動画の方に一部流れ込んでくるんですよね。それが松潤さんの、まあ、これからお付き合いするね、すごく大切な人になると思います。はい、でグッドキーワードもね、使っていただいてみたいで本当に良かったと思います。そんなにね、YouTube で必要なスキルはたくさんはないんですよ。ただ同時にやるとそれを毎回やるのは大変なんで、まあ、その時に応じてね、グッドキーワードを使うことがあったり、ハッシュタグを使うことがあったりとかやればいいと思いますけども、まあでもね、トレンド動画っていうのは非常にいいですよね。チャンネル登録100人とりあえず目指していきましょう。100人を超えて、そして300、500、1000というふうに進んでいく過程で収入っていうのがどんどんね、増えていくと思います。それで1000人を超えたら今度広告料っていうのもプラスワンされますんで、なかなか YouTube の楽しみ方が増えるんじゃないかなと思います。これからもね、本当に、よろしくお願いします。私も見させてもらいます。ありがとうございます。